はい吉田隆の教え方チャンネルです、えー、今日は六年生の道徳僕たちのバラ花壇についてお話をします内容項目は感謝ですはい、それではあらすじです、えー、ケイタとマサヤはバラの水やり係休み時間に遊べなくてブツブツ言いながら水やりをしていた、えー、そこへ通りかかったおじさんが戦争でいたんだ福山市を元気づけようとあちこちの学校にバラ,へバラを植える活動を始めたという話をしてくれた、えー、ケイタとマサヤにはバラが 輝いて見えたそして話をしてくれたおじさんに心を込めてお辞儀をしたという話です。 はい、えー、教材文、ちょっとね、できすぎた話っていう感じがするんですけども、まあ、あの指導要領の解説にね、現在の生活の礎を築いた高齢者など、選達へと広げるようにすることが求められると、4年生の子どもたちですのでね、周囲の人たちの動きもどんどん見えてくることですよね、まあ。教材文はさらっと扱って、自分たちの生活を支えてくれる人たちへの感謝の気持ちを持つということで、選、まあ、達の話も含めて、今、周囲にいるね、 えー、大人たちへの感謝の気持ちを持つとこういう形の授業にしてはどうかなというふうに考えましたはい、えー、それでは授業ですまず資料を読んで感想の音に書きなさいバラは何のために植えたのですかとまあここまでさっと資料を扱って、えー、皆さんの周囲にも地域や町のために活動してくれる人がいますどんな活動をしていますかとこれはなかなか子どもたち気がついてないと思うんですよね 私が校長を務めてた学校なんかですとね、ちょうどこの辺りですね、えー、子どもたちの見守り活動をしてくださる方への感謝の会なんてのを開きました。こういうのとね、連動させてもいいと思いますし、4年生の社会科ですとね、先人の働きということで、まあ、その地域のね、えー、ために働いた方の業績を学習する機会もあります。これを取り上げてもいいですね。えー、それから公民館のホームページなんかには、ね、 きっとね川の清掃活動とかね地域の公園や花壇整備こういった活動がね やっっってててるるよこととがんじゃなないいかなと思いますね私のね地区の公民館もこういうことをしていて、私自身も参加しています。その他にね、さっき言った見守り隊の方だとかね、それから歩道の、ね、公園の整備をしている方もいますしね、それからですね私の地区ですと、ゴミステーションの、ね、周囲いつもね綺麗にしてくださっている方もいます。これもちろんね、当番も決まってはいるんですけども、自主的にこういうことをしてくださっている方がいます。以前ねあのまあ きっとね、先生の指導を受けたんだと思いますけどね、えーと、子供たちがね、あの見守り隊を知っている方にね、毎月毎月、私たちへの見守りありがとうございますと言ってね、ぺこっと頭を下げたっていう子供がいたらしいんですよね。大変そのことがね、えー、に,に感激されて、わざわざね、学校にでん、ね、電話までしてきてくださった方もいます。まあ、ですからね、こういう人たちを見つけたらね、感謝の言葉をかけようねというような指導がね、あってもいいなと。 いうふうに思いますえそしてねこんなことしてる人がいますたよ先生っていうようなね報告がねあったりするとさらにねいいなというふうに思いますはいご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録をお願いします